こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、関東甲信梅雨入りとなりました。寒暖差や気圧の変化によって頭痛やめまいなどが起こる、いわゆる気象病が増加する時期です。気象病を防ぐためには日頃から体調を整えることが大切です。耳やこめかみ、顎などをマッサージすると症状が和らぐと言われています。不調を感じたときにぜひ試してみてください。では今週の番組内容です。今週の出来事は、令和4年第2回北斗市議会定例会開会、棒道パトロールウォーク、有機米給食に向けたアイガモロボ実証試験の3項目です。北レポは市民サービス課からマイナンバーカード申請についてのお知らせです。ではまずはじめに、6月6日令和4年第2回北斗市議会定例会が開会しました。所信表明の中で上村市長は、北斗市は国の通達を受けて5月18日付で物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯を支援するため、ひとり親家庭への生活支援特別給付金の給付にかかる補正予算の専決処分を行ったこと、また今回の補正予算では配合飼料の価格高騰に苦労されている畜産農家に対する支援などの関連予算を計上した上で、国や県の動向を注視しながら市民生活への影響が最小限となるよう迅速に対応していくことを述べました。続いて市政の状況については、昨年度第3次北斗市総合計画と新行政改革大綱の重要計画でまとめた北斗チャレンジプランを策定したことに触れ、2030年のありたい姿を市民の皆様と共有し、目標に向かって共に取り組みを進めていくため、7月から地域に出向き市民説明会を開催し、市の現状や総合計画および行政改革大綱の目的、子育て支援、産業創出、行政改革の3つの主要施策について説明します。説明会では市民の皆様と膝を交えて直接意見交換し、北斗市の将来について市民の皆様と共に考える貴重な機会にしたいと述べました。次に、子育て支援施設の整備については、第3次北斗市総合計画で子育てするなら北斗と多くの方に共感される子どもが賑わう街を目指していくため、親子が気軽に集い交流ができる子育て支援拠点の整備について検討し、子育て世代が求めている公園や屋内遊び場を把握するためアンケートや聞き取りを行うほか、北斗市子ども子育て会議や北斗子ども育成戦略会議の委員の皆様からもご意見を伺いながら、本年秋以降に設計業務に着手できるよう準備を進めていると述べました。令和4年第2回北斗市議会定例会は今月23日までの18日間にわたって開かれ、21日には代表質問、22日には代表質問と一般質問、23日には議案審議が行われます。では次です。5月29日棒道に設置されている石仏を点検しながら歩く棒道パトロールウォークが行われました。このウォーキングイベントは江戸時代に道中の安全を願い、道沿いに作られた30数体の石仏を後世に残していくために行われている活動で、3年前から北斗市郷土資料館の主催で行われています。当日は郷土資料館の学芸員と市民8人が参加しました。今回のパトロール区間は三部一遊水館から南に進み、大泉体育館までの道のりを歩きながら、およそ100メートル間隔で設置されている石仏を点検しました。
棒道は武田信玄が北信濃攻略のために開発した軍用道路と言われていて、八ヶ岳高原を棒のようにまっすぐに貫いていることから棒道という名前で呼ばれています。参加者は学芸員から石仏の歴史や逸話を聞いて状態を確認し、周辺の草刈りを行いました。番号とですね、世襲なんかが書いてあるものが多いんですね。基本的にその個人の名前、もしくは村でやってたりする場合もありますので、棒道について教わったりしてるんだけど、やはり今回もう一回おさらいしたいと思って参加しました。いや、初めての参加ですけど、暑いですけど結構細かく丁寧にいろいろと楽しいです。いつも通ってる道にいろんな珍しいもの、仏様いるのが分かって勉強になりました。石仏を見て歩くとなんか落ち着くっていう感じがしますし、なんか今日晴れてすごく爽やかなんで、とっても良かったなと思って参加して、もう良かったです。この信玄のゆかりもあるこの棒道をですね、もう一度この整備をして旅人が安全に通れるようにということで、100メーターごとにですね、一つずつこの観音像をですね、建立したものが今残されています。そうしたこの道々にこうしたの観音像がですね残されている例というのはなかなか珍しいもので、県外の方からもこの石仏を見に歩かれている方もですね多くいらっしゃいます。ただこの石仏観音像には所有者というものはいないんですね。なので地域の人が自主的にこう管理をしてくださっているような状況ですけれども、ですので中にはこの草で覆われてしまっていたり、またここの観音像でないですけども、最近では盗まれてしまってインターネットで販売をされているようなですね例もあったりしますので、今回市民の皆さんにご協力をいただいて、この棒道沿いの観音像の状態を確認しながらですね、草刈りとして綺麗な状態で多くの人に見てもらおうということで行っているものになります。また各地にですねこうした地域地域に様々な石造物が残されています。場所によってはこの看板なんかがまだついてないところもあったりしますので、そうした整備を進めていったりしながらですね、より多くの人たちがこの棒道を楽しんで歩いてもらえるような形で整備をしていければというふうに思っています。こうした機会をきっかけにですね、地元各地域にあるこうした石造物なんかにもですね目を向けたり、また大切にしていくようなですね、そうしたきっかけになればいいのかなというふうに思っています。次回の棒道パトロールウォークは長坂から小淵沢までの石仏を確認するコースを歩く予定です。さて、6月2日白州中学校近くの田んぼで有機米給食導入に向けたアイガモロボの実証試験が行われました。これは学校給食の有機米導入に向けて水田の除草作業の負担を減らし、環境循環型農業及び環境負荷を削減した農業を目指すために行われました。はじめに上村市長が、有機農業は大変手間がかかるので機械化できるところは導入を図り、生産量の増加につなげていきたいと挨拶しました。アイガモロボは農薬や化学肥料を使わずに雑草の繁殖を抑えるアイガモ農法をロボットで行うもので、都内企業の有機米デザイン株式会社が開発しました。動力は太陽光発電でモーターを動かし、内蔵された GPS によって移動する範囲が指定できます。仕組みとしてはスクリューで泥をかき回し、光合成を行いにくくすることで
雑草を抑制し、生産量の増加が見込まれます。アイガモロボを導入することにより、草取りにかけていた時間を減らすことができます。まあ、学校給食に、まあ、有機のお米を導入していくっていうことがゴールに、まあ、今生産者たちと一緒に取り組んでいるので、まあ、この給食への普及拡大も含めてですね、まあ、地域の消費者を巻き込んで有機栽培が拡大するようにですね、消費と一体となって進めていけたらなというふうに考えております。このアイガモロボの実証試験は県内では初めてのことで、効果が確認できれば市内農家への普及に向けて導入の補助金などを検討していく予定です。続いては市役所からの情報をお伝えする北レポのコーナーです。今回は市民サービス課からマイナンバーカード申請についてのお知らせです。市役所市民サービス課の相吉遥です。浅妻優です。今回はマイナンバーカードの申請についてお知らせします。現在マイナポイント第2弾が始まっています。マイナポイントを受け取るにはキャッシュレス決済を行っているカードとマイナンバーカードの紐付けをします。その後キャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすると 25% 分のポイントがもらえます。またマイナンバーカードと保険証の紐付けや口座の登録を行うとそれぞれ7500円分のポイントがもらえ、第1弾の5000円と合わせて最大2万円分のポイントがもらえます。ポイントがもらえるのは9月末までにマイナンバーカードの申請を行った方が対象となりますので、早めの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請についてはご自身のスマートフォンや郵送で申請できますが、自分では申請が難しい方や申請の仕方がわからない方のために市役所では申請サポート窓口を設置し、職員が申請のサポートを行っています。今まではマイナンバーカードの申請サポート窓口は本庁舎1箇所だけでしたが、6月1日から長坂総合支所でもマイナンバーカードの申請サポートができるようになりました。写真撮影から申請まで職員が行い、申請時間はおよそ15分で費用はかかりません。受付時間は午前9時から午後4時30分までです。また7月には平日の申請サポート窓口に加え、お仕事や学校などで平日窓口に来られない方のために毎週日曜日も申請サポート窓口を開設することになりました。日程はご覧の通りです。なお10日と24日は本庁舎でマイナンバーカードの受け取りの窓口も開設しています。まずは市民サービス課までご連絡の上、希望日と時間を予約してください。また北斗市の公式 LINE やホームページにも予約サイトがありますので、こちらからも予約できます。ぜひこの機会にマイナンバーカードを申請してみてはいかがでしょうか。市民サービス課からのお知らせでした。さて次回の週刊北斗ニュースは白州小学校日向山登山の様子などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。ではスタジオからはこの辺で失礼します。